セスインクレディブルの登場する曲の時にもこの Here Comes the Elastic Girl と言って、皆さんこんにちは。今回はディズニーで英語力アップシリーズです。東京ディズニーリゾートで使われている実際の英語表現を題材に英語を勉強していこうという企画です。今回は東京ディズニーランドベリーベリーミニで使われたベリーミニリミックスの曲、こちらの歌詞をご紹介解説していきます。実際歌詞でどんな風に英語が使われているか、日本語は何なのか、これを解説していきますので、よろしくお願いします。まずはね、実際の音楽の歌詞を途中まで聞いていきたいと思います。Welcome everyone! It's time to party on with Minnie and her pals for a very mini remix! それでは早速始めていきますが、まずはね、導入部分、英語のアナウンス部分から見ていきたいと思います。Welcome everyone! It's time to party on with Minnie and her pals for a very mini remix! まず最初からいきましょう。Welcome everyone! ここはいいですね。皆さんようこそと言ってます。It's time to って来てますね。It's time to 〇〇で〇〇する時間ですという意味になります。でここで後ろはパーティーオンと来てますね、〇〇の部分。パーティーオンでパーティーをするという意味になります。パーティーをする時間ですというふうに言ってますね。で、最後、with Minnie and her pals とあります。ここはね、ミニーと、それからミニーのパールズ、友達とという意味です。まあ、略してミニーたちとというふうな感じになりますかね。このパールズっていうのは、ディズニーシーのピクサープレイタイムパールズでも出てくるこのパールズのところ、これと一緒です。友達という意味になります。その後、For a Very Mini Remix とあります。これはもうね、ベリーミニリミックスのという風な感じですね。全体を訳すと、皆さんようこそ、ミニーたちとベリーミニリミックスのパーティーの時間ですという風に訳すことができます。続いての表現ですが、 Get your groove on とまず来てます。これは音楽とか、まあ、ダンスとかパーティーとかそういう時に使う表現なんですが、リズムに乗るとかね、盛り上がるという意味になります。ここでは例えばさあ盛り上がろうとか、まあ、そういう訳ができるかと思います。続いて Slip the dancing shoes on と来てます。このね、スリップ〇〇オンで〇〇をさっと履くという意味になります。このスリップというね、例えばあの車がスリップするとか、そのスリップだか、あとあのスリッパーを履くとね、スリッパーのあのスリップですね。ここのスリップ〇〇オンで〇〇をさっと履くという意味になります。で、何を履くんですかというと、ダンシングシューズ、これはいいですね、ダンスシューズ。これを訳すと、ダンスシューズをさっと履いてというふうにすることができます。続いて最後の文章、 You can hear the party all through the town とあります。この You can hear 〇〇、これはね、〇〇が聞こえる、 hear っていうのはね、まあ、ヒアリングの hear ですけれども、 You can hear 〇〇で〇〇が聞こえると言っています。で、この後ろに来ているのは今回は party なので、パーティーが聞こえると言っています。その後 all through とありますね。 all through 〇〇で〇〇中にという意味になります。ここでは through the town と来てますので、街中にという意味になります。このね、オールスルーというのはよく使う英語の表現ですね。私は一晩中ツイステッドワンダーランドをプレイした。こういう風に言いたいとき、これもね、オールスルーが使えます。これを言うときには、I played Twisted Wonderland all through the night とありますね。All through the town のところ、それが the night に変わると、一晩中という風に言うことができます。このオールスルーはよく使いますね。一晩中ツイステッドワンダーランドプレイした。僕はあのツイステッドワンダーランドやったことないんですけれども、例文にしちゃいました。この部分英語訳していくと、さあ盛り上がろう、まあさあ盛り上がっていこうぜみたいな感じですかね。ダンスシューズをさっと履いて、街中にパーティーが聞こえるよというふうに訳すことができます。続いて Here comes Minnie ですね。Here comes 〇〇で〇〇が来たという意味になります。ここでは Here comes Minnie なので、 Minnie が来たというふうになります。この、ね、Here comes もよく使う表現です。例えばね、 Mr. Incredible 見た人いるかと思いますけれども、イラスティーガールいますよね。 Mrs. Incredible ですね。 Mrs. Incredible の登場する曲の時にもこの Here comes the Elastic Girl という曲、歌詞が使われています。ちょっと実際聞いてみましょう。
わかりました。もう一回、ちょっと一応もう一回聞いておきますか。Here comes the elastic girl 最初に言ってますんで。Here comes the elastic girl! ちなみにこのイラスティックという意味ですけれども、しなやかなとかね、伸び縮みするという意味です。このミスセスインクレディブル、すごいね、しなやかで柔軟で手とか足伸び放題ですけれども、そのイラスティックっていうところからイラスティガールという名前がついています。Here comes Minnie の後、Looking also pretty と来てます。これはね、Looking、これ ING の G がなくなってますが、これは Looking と同じです。ING ついた形と一緒。〇〇に見えるという風な意味です。どういう風に見えるかというと、also pretty、とっても可愛いという意味ですね。これを訳すと、Minnie が来た、とっても可愛く見えるという風な意味になります。ちなみに、Here comes Minnie と最後の pretty で、Minnie pretty で韻を踏んでいます。後半のところですが、Got them heads all dizzy from spinning around。 この文章をちゃんと書くと、Minnie got their heads all dizzy from spinning around になるかと思います。これどういう意味かというと、まず get their heads という表現が来てますね。got their heads って過去形になってますが、この get 〇〇 a っていうのは、〇〇を a の状態にするというふうにいう意味ですね。ここの〇〇というのは、ここで言うと their heads all と来てます。彼ら全員の頭、まあみんなの全員の頭ですね。で、A の状態にするんですが、A っていうのは dizzy from spinning around っていうのは、これは目が回ってクラクラしているという意味です。クラクラするという状態。Get their heads all dizzy from spinning around で、みんなの頭をクラクラにしちゃったというふうに言ってます。まあミニーは可愛すぎてみんなをメロメロにしちゃったという意味ですね。ここまでよろしいでしょうか。一旦ね、最初から今の部分までちょっと通しで英語、それから日本語の歌詞付きで聞いてみたいと思います。Welcome everyone! It's time to party on with Minnie and her pals for a very Minnie remix!それでは続きの歌詞も聞いていきましょう。それではどんどん行きましょう。訳していきます。まず最初、 It's not that complicated ですが、これね、まず否定が入ってるんで、肯定の部分からちょっと見ていきます。 It's complicated、 これで複雑だという意味になります。complicated で複雑という意味です。で、これに not がつくと、 It's not complicated で複雑じゃないという意味になります。で、さらに上の文章ですね、 that がついてますよね。これに that をつけると It's not that complicated となります。ここは that、 そんなにという意味で使われています。そんなに複雑じゃないよと言っています。続いて Don't waste your time debating no とあります。 Don't 〇〇で〇〇するなという禁止を表しています。例えばディズニーシーへ行くなという場合は Don't go to Disney Sea となります。まあ無理な話ですね。で、その後waste と来てます。 waste 〇〇、これは〇〇を無駄にするという意味です。 waste your time になってますので、時間を無駄にするという風になっています。で、さらに debating と続いています。 debating はまあディベート、議論をすることということなので、議論をしても時間を無駄にするんじゃないよと言っています。全体整理すると、 It's not that complicated、 そんなに難しいことじゃないよと。 Don't waste your time debating、 時間、議論で時間を無駄にしちゃダメよという風に言っています。
続いて She's the queen of fashion、yeah、ここはいいですね。ミニーはファッションの女王だと言っています。続いて Hit the lights, let's all party と来てます。 Hit the lights、 これは定型文、よく使う表現です。ライトをつけてとか照明をつけてという意味です。で Let's 〇〇で何々しよう、で Let's 〇〇何々しようなんですが、 All が来てるんでみんなで〇〇しようと言っています。で次パーティー、これはね動詞で使われてますね。パーティーが、でパーティー動詞で使うと盛り上がるとかそういう意味になります。ここで訳すとライトをつけてみんなで盛り上がろうといった感じになります。ついにサビの部分です。ちょっと長いので少しずつね切って訳していきたいと思います。まずねおーおーおーはいいですよね。まあ、ミニー don't you know と来てます。ここで言うミニーっていうのはミニーに対して呼びかけてるんですね。ねえミニーという呼びかけです。でその後 don't you know っていうのがありますよね。 don't you know 〇〇で〇〇を知らないのという意味になります。何を知らないのというと that you steal the show とあります。あなたがショーを盗むことをという意味ですけれども、 you steal、 あなたが盗む、このスティールというのは盗むという意味です。あのホームスチールとかね、よく野球で三塁からホームベースまで盗塁することを言いますが、ホームスチール、これスチール、盗むという意味です。あなたがショーを盗む、要はあなたがショーで注目を集めるということになります。でその後ろ wherever you go というのもついてます。あなたがどこへ行ってもという意味です。ミニーがどこに行ってもショーの注目を集めてしまう、それはあなたミニーは知らないんですかというふうに言っています。整理するとミニー、あなたはどこへ行ってもショーの注目の的なのよというふうな感じになるかと思います。サビの続きですが、ここのねミニーっていうのも呼びかけですね。ミニーに対してミニーと言っています。 You've got a style that makes us stop and smile と来ています。 You've got ってありますよね。これはね You have got を縮めたものです。要は持っている、これは have got、 have と同じ意味ですね。 have になります。で You have a style と言っています。スタイルというのは日本語と、使われているのと一緒ですね。スタイル、でどんなスタイルかというと makes us stop and smile とあります。この make 人で〇〇っていうのは人に〇〇させるという意味になります。〇〇には動詞の原型がきます。例えばね、彼女は僕にタワテラへ行かせたというふうに言いたい場合、僕にタワテラに行かせるので She made me go to タワテラという形になります。これもねよく英語では使うメイク何々させるというふうに使いますので、ぜひ覚えてください。ここではね makes us stop and smile とありますので、私たちを止めて笑わせるというふうな意味ですね。ミニー、あなたは私たちの足を止めて笑顔にさせる、要は私たちを釘付けにして笑顔にするよというふうに言っています。後半ですが Singing Hey Let's Go It's a very mini show。 Singing は歌おうですね。 Let's Go はそのまま Let's Go It's a very mini showベリーミニーショー、とてもミニーなショーというふうな感じになります。ちなみにディズニーシーでウッディ、ベリーベリーウッディというね企画をやるとしたら It's a very ウッディショー、とてもウッディなショーが始まることになります。どんどんいきます。 Your taste is pure perfection とあります。テイストっていうのはテイスト、好みとかセンスといった意味です。で、pure perfection の pure は純粋なとかね、混じり気のない、もう一切もう本当に純粋な、 perfection は完璧、 perfect の名詞形ですね。あなたの好みは完全に完璧、超完璧という感じです。あなたのセンスは超完璧。後半部分です。 We want the whole collection all とあります。 want はね、ここでは〇〇が欲しいとかっていう意味ですね。まあ欲しいとか、あとはここではね、見たいとかっていう意味になるかと思います。でその後にね、whole collection、全コレクションと来ています。whole っていうのは全てですね。whole new world の whole です。We want the whole collection で、あなたの全コレクションが欲しい、全コレクションが見たいと言っています。最後の英語の部分ですが、 No matter what the season yet、yeah、と最初に来ています。この No matter what 〇〇っていうのはどんな〇〇でもという意味です。ここではシーズンが〇〇に当たりますので、どんな季節でもと言っています。さっきのところでね、ミニーの全コレクションを見たいというふうに言っていて、それはどんな季節のやつでもいいよというふうに言っています。どんなシーズンでも We don't care、 私たちは気にしませんということですね。なぜなら You are the reason、
あなたミニーがその理由ですと言っています。つまりだってミニーはいつも完璧だからという意味です。ミニーはいつも完璧なのでどのシーズンのコレクションでも私たちはいいよ気にしないよと言っています。訳すとどんなシーズンでも気にしません、だってミニーはいつも完璧だからという感じになります。皆さんお疲れ様でした。そしたらね、最初から最後まで通しで聞いてみたいと思います。It's time to party on with Minnie and her pals for a very mini remix!